ギガチカゼは、ジョージアの男性総合格闘家、キックボクサー、トビリシ出身、キングス MMA 所属、UFC 世界フェザー級ランキング8位、グルジアソビエト社会主義共和国の首都トビリシで生まれ、4歳から5歳の間に空手を始める。プロキックボクシングでは38勝6敗22個の戦績を持ち、クローリーなどのメジャー団体への参戦経験を持つ。 2015年、プロ総合格闘技デビュー。6戦5勝の戦績を収め、2018年6月19日の、ダナホワイト、S コンテンダーシリーズ10で、オースティン・スプリンガーと対戦するも、リアネーキドチョークで 3R1 本負けを喫し、UFC との契約を逃す。その後、グラディエーターチャレンジで2試合連続の秒殺勝利を、収めて UFC との契約を果たした。 2019年9月28日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、ハーマン戦 VS、カナニアで、ブランドン・デイビスと対戦し、2から1の判定勝ち。2020年11月7日、UFC ファイトナイト、サントス VS、ケラで、ジェイミー・シモンズと対戦し、左ハイキックでダウンを奪いパウンドで1四個勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。 2021年5月1日、UFC オン ESPN、レース VS、プロはずかでフェザー級ランキング15位のカブスワンソンと対戦し、左三数木蹴りでダウンを奪いパウンドで一四個勝ち。2試合連続のパフォーマンスオブザナイトを受賞した。2021年8月28日、UFC オン ESPN、バーボーザ VS。 シュカジェでフェザー級ランキング9位のエジソン・バルボーザと対戦し、左フックで3試個勝ち。3試合連続のパフォーマンスオブ・ザ・ナイトを受賞し、u f c 三戦後7連勝となった。ありがとうございます。